毎日が誕生で仕方がない。この人生に何か刺激が欲しい。スエカーハイに来るとそういう人生を変えられる。スエカーハイは人生を大きく変えることができる。私もスエカーハイに行ってから人生が変わった。すごい、こんな考え方あるんだ。さすがメイドイン立命館。スエカーハイ大好き。すごいぜスエカーハイ。スエカーハイ本当にすごいな。いやすごい、本当にすごい。どこから見てもすごい。美しい、美しい、素晴らしいし、木目がいい、素敵。いやここがいい、スエカーハイ角が最高。本当にいいよね。スエカーハイ本当に、いや大好きだ。スエカーハイ大好き、大好き。スエカ本当に綺麗、綺麗、素晴らしい大会。あー大好き。あ、スエカーハイ来てくれてたんだ。久しぶり。また会えると思っていなかったから本当に嬉しい。この大会本当に素晴らしい大会にするつもりだから、きっとあなたの、君の心に残ると思う。今日は一日楽しんでいってね。スエカーハイ行こう。あー喉渇いたな。どれにしよう。あーどうしようかな。スエカーハイにしよう。ごめんなさいね、お釣りが。あースエカーハイやっぱいいな。これなんだよな、スエカーハイ。スエカーハイ大好き。スエカーハイ11月18日ぜひお越しください。第61回スエカーハイを終えていかがでしたか。はい、オーディエンスの方々にも、スピーカーの方々にも、皆様に満足していただけているような大会に なったかなと思っております。まあ、それでいてですね、オーディエンス数なんですけど1名ということで、それも身内だけっていう結果に終わりましたけど、それをどう受け止めますか。バーン、これはね、スエカーハイだけの問題じゃなくてね、スエカーハイのみならず、もうこれ全国の問題で、実況は誰がやっても同じや同じや言うて、感覚も寛大も来てくれへんし、どうしようも来てくれへんし、もうこんな家族しか来ないんですよ。俺はね、本当にこの気持ちあなたに分からんでしょうね。これはね、僕はね、このスピーチ大会というものをね、変えたい。
ーカー杯って本当にいい大会だな、かわいいな、素敵だな、あーめっちゃいいな。